はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。本日はですね、ビンゴ 7SR ガチャ券をね引いていきたいと思います。で、まあこの次のねイベキャラから出るということで、まあ、怒り守り怒り進む三本松はじめ四条剣士四条隅か六本木行きつくも空ということで、なんでね、まあ、七井とか八島とかがいないのかなと、二宮とかね、その辺のあれですか、限定キャラはなぜか復刻させないという感じで来てるのですが、まあ狙いは自分の中ではまあ四条剣士か六本木ですかね。四条が今 SR プラ4で、六本木が PSR 持ちなんで、まあこの2体どっちか出てくれたらねいいかなと思ってます。では行きますか。これですね、はい、行きます。無欲で行くことによって希望のキャラを手に入れることができると思ってるんですけどね。台風やばいっすね。さあスミカか、スミカはね45なんですよね。最近 SR ミキサーやりすぎてもマジで弾がないんですよね。まあ残念、非常に残念で、まあビンゴ攻略の話でもちょっとしときますかね。はい、ピローグ5つ、これはまあまあごまたで行くしかないですね。で、怪物吸引速球集新ムービングファスト、まあ、これはまあシゲノってゴロか、速球中心誰来るんだろう。パッと思い浮かんだのは、天城の福井部ですかね。とかですかね。で、はい、これ。左投げ、装着、儀付け、テンポ丸、牽制丸と。まあ、これは完全に、ちゆちゃんだけでいけますね。ちゆちゃん最強説。はい。これは6球種強心臓。まあ、これは、まあ、強心臓をどこで取るかっていう話だと思うんですけど、まあ、クオンとか、セーラとか。まあ、セーラは確実じゃないですかね、彼女なんて。ってな、どこですかね。はい、5番。ブスコードの方にて、高橋のレッスンレベルを手にする。これはひたすらね、国鉄の、何でしたっけ、ときめきコマンドでしたっけ。で、まあ、ひたすらレッスンレベルを上げていくって感じですね。で、これ左打ち、ミニ飛び、総力飛び、切り込み、悩んだろう。まあ、これ、相良とか、まあ、小平とか、いいんじゃないですかね。6番と成功。こんなんあったの、ゆるいな。はい、これ、それ手がレコーケに、はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。レバーボーゴリ更新、ショータス、はい、もう今いけますね。これ意外とね、サクッとでやるとね、負けたりするんで、まあ、ちょっとチキってピンチャン操作とかにしてもいいかもしれないですね。はい。はい、これ。エアアーチスト効果コーデス引っ張りや、まあ、これは、なんだろうな、アーチスト確定で言うと、まあ、7位とか、伝説の引っ張り屋は、まあ、ユールちゃんがいいんじゃないですかね。降格法の確定は掘りすぎくらいですか、ってな感じですかね。はい。これも頑張ってください。はい、テレポゴリロイってことで、これはもうひたすら なんていうんですか、大兵だかあんま詳しくないんでわかんないですけど、とりあえずまあ引き込んでいくしかないですね。はい、ローリング打法高級質だ、ローリング打法を高級質だ、テキスト提案してます。ローリング打法確定っていましたっけ。あんまりないっすよね。まあただまあ、仙道だとか、クイーンバタフライはそこそこな、確率でくれるとは思います。高級低級内角に関しては、ま、7位とか、内角だと、ま、新島とかですかね。まあ、最近出た水月とかもいいんじゃないでしょうか。はい、これもま、頑張ってくださいと。初上ルートの大蕎麦さん、まあ、これはまあ、そもそもこのどれが出るかがわかんないんで、初上来たら、まあ、オールバウンサー、オールスナイパーガンですね。竜の卵は、まあ、ガード2とバウンサー2があれば余裕ですかね。で、ゴーストバスターはレンジャー、レベル30以上のレンジャー2体いれば余裕です。はい。金属4つ。まあ、これは普通のサクセスしてればいけるっしょ、みたいな感じですね。はい、弾道4、オーバンクラーセ、カージオのバーカジからということで、まあ、オーバンクラーセというと、まあ、自分はいつも弾道やってるんであれですけど、まあ、ネコリンとかは確定じゃないですか。で、カジバは、桃屋とかですかね、確定で言うと。やっぱマネージャーは確定なんで、
なんか下手に選手からもらうより適当にデートしながら、まあこのね、ごまだとかもあるん でこういう感じで、まあ、一気に取っていくことはできるんじゃないでしょうか。はい、守備日、片日、マルチスストライクソース、これはもうたくさんいますね。マルチ通信で言うと、まあ、マジカルーとか、確定どころで言うと、まあ裏側とか、ですかね。ストライク送球は結構レアなあれなんで、あれですよね。マジであれしか言ってないわ。これが9回の頭脳、ささやきシレットバズーカ。まあ、こうなれはね、9回の頭脳、進むと、なんだ進むと、あれか、トシ君とかか。で、バズーカで、まあ、ビビちゃんとか、シレットで、コンノとか、ささやきは、ひじりとか、ですかね。さっきアドボールで、これはきついっすよね。このためだけに、招き猫持ってくのもあれだと思うんで。まあもう、イベキャラも連れてかないで、行けばまあ3回目くらいは来てくると思うんですけど、ってな感じですかね。はい。まあ今の期間はね、サクセスポイントが30ポイントになってるんで、まあ厳選のし時なのかなというふうに思ってます。まあ自分もまあちょいちょいね、チームランク4万に向かって、歩み続けてはいるんですけども、まあ、ダンジョン1000丸、多分今通算10回やって、10回とも更新できてないんで、なかなか難しいっすね。ただね、まあ、4万は見えてるというか、まあ、いけると思うんで、まあ、頑張ってやっていきたいと思います。まあ、天才もね、今6個あるし、まだ今月分も買ってないですし、リンゴでももらえるんで、これが全部天丸ついてくれればいいんですけどね、とりあえず。はい。ロードが長いんで、この辺で失礼したいと思います。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。皆さんはビンゴ7ガチャ券で何を出したでしょうか。まあ、スミカ、六本木、お城あたりが当たりじゃないですかね。はい。で、ゆべキャラの評価、三本松、二宮、で、つくも、一ノ瀬という風に来るんで、まあそこもね、期待していきたいですね。はい。マジで通信中どうにかしろよ。自分ちなのに。はい。まあ、ぐらぐら喋っててもあれなんで、この辺で失礼します。さよなら。See you。そうなんですよ。今度から、締めの挨拶は、See you! といきます。